どうもワクワクです、今回も戦国不武やっていきたいと思います、今回は何かっていうと今冒頭でね映ってた、武将なんですけれども吉野院ですね、この武将とね、合わせてなんですけれども組み合わせることによってね物理編成の、組み合わせによってこう強化ができるっていうね、それを実際私のパーティーの中でやったので、ご紹介したいと思います。これはね武将再臨のまだ残りだね。まあ最終的にね、明智光秀以外かな、得意の今川義元と、あと城信かな、に関しては、リセットを行いました。で、城信に関しては、まあリセットっていうかあれね、専用武器かな。専用武器に関して、他の、持ってないね、武将の武器に、変えましたということなんですけれども、まあ、やっぱりね、得意の今川義元に関しては、なんだろう。まあ、別にね、絶対崩さないといけないってわけじゃなかったんですよね。結局、その、落ち抜けに関しては、あくまでも、ステータスね、上げれば、まあ、今まで通りね、効果が発動できますんで、まあ、ちょっと使い勝手は前よりはもちろん悪いんですけれども、全くね、使えないことないので、またどこかでその逆境自体は欲しいので、あれしたいかなとは思います。そうだね、今川義元はね、そう、与えダメージ量がっていうやつだから、まあまたね、こうリセットかけて覚醒クエストやっていくっていうのも、まあそんなに難しくないかなと思っております。で、今回の、ところね、この吉野院ね、に関してやっていきたいと思うんですけど、吉野院をまずね、完全覚醒させていきます。で、まあ、能力に関してね、またちょっとご説明は、別途したいかなと思うんですけれども、いや、これがね、素晴らしいですね。サポートキャラとしては、まあ、かなり、優秀なんじゃないかなと思います。忠勝ね、今私のパーティーの中で、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、まあ、主力になってます。まあ、主力ね、で、あとは、まあ、相手の武将をね、こう削ってるエースになってくるんですけれども、問題はね、この忠勝に関しては弱点は、まあ、やっぱり防御がやっぱそんな高くないんですよね。だから今回の、この組み合わせに関しては吉野院が忠勝に対してね堅守をつけてくれるんですよね。で堅守って、重複が可能なので、まあ、最大でね、にかけてくれるような状態にはなるんですけれども、まあ、こっちかな、堅守ありましたね。計略物理防御、30% アップだからで重ね掛けできますんで、まあそうすると 60% アップというような、まあ結構カチカチにできますので、吉野院に関しては一つはまずこの堅守っていうのを自分のね縦列に、自分以外にかけることができますんで、まあ戦つと組ませて出すよという感じですね。で、まあ他のね吉野院のね、能力の部分に関しては剣種もそうですし、あと奮闘をつけてくれるんですよね。で奮闘に関しては、奮闘ってね、ご存知の通りさっきの剣種と一緒ですけど重ね掛けができますんで、だからねこの吉野院がいることによって、まあ、能力これですよね。能力に関しては奮闘研修かけてくれるのと、これはね 40% の確率なんですけれども、覚醒の能力の方で、前方のね、相手にこう動揺をね、かけてくれたりっていうのもあります。はい、旧時代というか、まあこれね古い、あれかな、こうてね、機内だったと思いますよ。確か。違ったかな？ああ、いましたね。吉野院ね。そうなんですよ。ということで、まあこれをね、まあだから言っちゃえば別に私は忠勝と組ませますけど、まあ物理編成の武将ね、とかって結構ね、やっぱりこう攻撃に特化してるイメージがあって、まあ防御とかそんなね、こう高くないようなね、やつもいますので、まあそういった意味で、まあ、弱点を克服できるような組み合わせになるかなとは思っております。
ちょっと待ってくださいね。すいません。そう、ここら辺もね、リセットかけて、吉野院の方にね、振るものをこうやってちょっと振っていこうと、思っております。ここら辺もね、アイテム外して。まあ、あとね、完全覚醒で、右上映ってますけど、貝姫ね、もう完全覚醒させました。まあ、またね、ちょっとご紹介できる動画上げられればあれなんですけれども、まあ、ちょっとね、物理編成、私の方の編成は少し、いじっております。ここ直近のところで。まあ、こうやってね、なんだろう。アイテムっていうか装備とかはね、こう、自分のこの主力にこうやって振っちゃうとね、他が、まあよくあるあるなんですけれども、すげえ弱体化されてしまうっていうね、まあどっちを取るっていう感じなんですけれども、まあ今回に関してはね、ドクパ、もともとドクパと物理編成ありますけど、まあ物理編成のね、方の強化にちょっとつながるような武将ではあります。いや、剣手がつくのいいですよね。しかも奮闘が、で今川義元がそもそもいますんで、今川義元が攻撃力ね、自分のサブの中での上位ね3人にこうフィールドに出てるやつにこう上げてくれるっていうのがね、まあ非常にいいかなと思うんですけど、はい、吉野院ですね。だから吉野院に関してはちょっとイメージとしては、まあ別にアタッカーってわけじゃないのであれなんですけど、まあ防御とかね、そこら辺はちょっとこうやっぱ強くして前列に置いて、まあすぐやられないっていうような感じにしていきたいなとは思っております。そう、ここら辺ね、副将ね、副将は大事ですよ。やっぱり緑のね武将だったり青の武将だったりっていうのを副将につけてるもんできますけど、やっぱ紫大大ってね、しっかりつけてあげる方が能力としてはやっぱ上がりますね。さてさて、すいませんね、ちょっとこういろいろ探して確認しながら、どうしようかなっていうので、どう組んでいこうかなっていうのをちょっと見てるんですけど、まあここら辺ですね。まあ、やっぱね、主力になるやつに関しては少し固めてね、強くしていきたいなと。まあ、まあ、まんべんなくね、こうアイテムゲットして、どんどん、装備ゲットして、まあ、しっかり全体としてね、強化したいっていうのはあるんですけれども。まあ、なので、ここら辺でこう、吉野院こう上げて、戦わせを組ませてっていうので、物理編成おすすめのね、こう、強化パーティーっていうのをやっていくんですけど、まあちょっとね、お時間的にっていう方はもうそのまま、後半の方ね、後半の2、3分のところが先頭になりますので、まあそこだけね、ちょっと見ていただければいいかなとは思います。まあこんな感じでね、で、レベルももちろんこう上げていきます。完全覚醒ね、させていきます。まあちょっとやっぱね、防御に触れたような武将ですよね。もちろんサポートキャラっていうか、まあサポート武将っていうところであるので。で、覚醒をさせていきます。まあここね、玉手箱ありますんで、もうね、使っていきます。ちょっと通常で、で、天下一、天下統一一回すればね、上がりますんで、あれなんですけど、まあちょっとね、即上げていきたいなってなりましたんで、玉手箱を使っていきます。ちょっとね、お待ちくださいね。
今ね悩んでたんですよね。いや今回に関してはね、これやりながらこうリアルタイムで録音してるっていうより、こう後でねアフレコとして入れてますんで、まあちょっとねその当時のこう私が動かしてるねあれに関してこうちょっとね間が空いちゃったりっていうところではこう考えてるっていうところなんですけど、でこの忠勝の前に、よしいをね、持っていきます。こんな感じですね。まあこれによって忠勝に、剣士をつけるのと、あとはさらに奮闘に関しては一旦目から今川義元と、協力して、重ねがかってる状態で忠勝の一発目、放てるようになりますんで、もう私としては、まあ、願ったり叶ったりの、組み合わせにはなるのかなと思っております。まあ、やっぱり、ね、前もお話ししたんですけど、まあ、やっぱりこの、例えば編成であったりこの武将とかってこう多少決めてね、でその武将をこう生かすためにはどうすればいいかっていうような、まあ組み方とかねしていただくのもまた非常にいいんじゃないかなと思います。はい、戦闘始まっております。これね連戦ね、これ大事ですよね。忠勝がね毎ターンスキルを放てるようにっていうことなんですけれども、でこれですね、はい、これ覚醒かな、まず前方のね、魔王をね同様にしてるんですけれども、後列にいるね忠勝に関してはこの状態で、剣士をかけております。で、奮闘に関しても、重ねがかった状態でこの一発目のね、攻撃ができますよっていうところで、ね、それはね非常に、熱いですね。そう、今ねダメージ受けたと思うんですけど、やっぱ剣士がね位置ついてるんでね、やっぱ違いますよね。まあやっぱね、これ剣士ついてないとやっぱね、ガン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 減らされてしまいますんで、まあそういう意味ではもう非常にね、はい、この今もそうですよね。で、奮闘も再度かけてくれるので、まあそこも常にもう重ねがかってますよっていうような状態にはなってきますね。まあこれね、まあ物理編成なんですけど、まあ9人編成なんで、得意のね動作にちょっと入ってはしまってるんですけれども、まあでも圧倒的にねやっぱ削るのは忠勝ですね。今見ていただいた通り奮闘が重ねがかって剣士が重ねがかってるような状態になりますので、あとはねちょっと吉野院に関しては専用武器が今レベル1にもなってないのかな、なんでそこちょっと上げれば、防御力も上がってきますんで、まあそれはちょっとね、早いところやりたいなとは思っています。もう常にねやっぱ奮闘と剣士かかってますんで、これねこれはねやっぱ非常にいいかなと思いますね。やっぱ防御ないんで、もうなんかダメージ受けるなダメージ受けるなみたいなね、まあ、そういう感じがね自分の中でもあるんですけど、まあ、やっぱり剣士かかって、ダメージをね多少前と比べれば受けても大丈夫と、防御上がってるよっていうような状況に、できましたということで、まあ、物理変数のねこいつをこうやられるわけにはいかないと、で攻撃も、強化してねやっていきたい、防御も上げたいっていうような方にはこの吉野院ね、非常におすすめですので、まあ、今回私に関しては忠勝と組ませたんですけれども、もう非常にね満足する結果になりましたということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。